地区飛船は、福岡県福岡市西区の明野浜駅から、佐賀県唐津市の唐津駅まで、及び唐津市の山本駅から、佐賀県伊万里市の伊万里駅までを結ぶ、九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、幹線である。かつては、福岡、博多駅伊万里間の短絡線的性格を有し、唐津市街を通らないルートで直通する一本の、 路線だったが、1983年の部分電化に、伴って一部区間の廃止や、経路変更が生じ、唐津駅、山本駅間で分断された路線となった。現在の築肥線は、唐津線を介して連絡している。今里駅では、かつてはその先の国鉄松浦線と接続しており、博多駅長崎駅間を結んだ急行、平戸など、築肥線と松浦線を、 直通運転する列車もあったが、1988年に松浦線が第三セクターの松浦鉄道に転換されたことにより、直通運転はなくなり、さらに2002年に伊万里駅の駅社会地区によって、線路も分断された。名野浜駅唐津駅間は、福岡市唐津市双方への通勤、通学路線となっており、福岡市地下鉄空港線と、 相互直通運転を行うため、九州地方の国鉄、現在の JR 九州の路線としては、山陽本線の関門鉄道トンネル部に次いで直流電化された。同区間及び同区間と直通運転をしている。唐津線唐津駅西唐津駅間は、JR 九州内では唯一直流専用電車が運転されている。また、名野浜駅唐津駅間は、 唐津線、唐津駅西唐津駅間と合わせて IC 乗車カード、守護課の利用エリアに含まれており、相互利用可能な早川県を採用している福岡市地下鉄線と投資で利可能となっている。守護課、早川県の他に、これらと相互利用可能なにもかスイカキーとかパスもマナコとか、アイコカピタッパも利用できる。2011年3月5日に守護課と 都下愛イコの相互利用を開始した当初は、都下と愛イコが早川県との相互利用を実施しておらず、地区飛線では都下愛イコが利用不可能であったが、2013年3月23日の交通系 IC カード全国相互利用開始に伴い、地区飛線の守護課を導入しているすべての駅で都下愛イコの利用が可能となった。 また、2016年12月22日には、リアルタイム列車位置情報システム、どれどれが運用開始され、閉塞方式の都合で配信できない、名の浜駅、下山和駅間を除く全線、下山和駅西唐津駅間、西唐津駅伊万里駅間で、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリにより、一般向けのリアルタイム列車位置情報が、スマートフォンに配信されている。 前線が本社鉄道事業本部直轄となっている。ただし、名野浜駅構内は福岡市交通局の管理下に置かれている。高架駅の名野浜を発車してしばらくは沿線にマンションや高層ビルが林立しているが、すぐに住宅街に変貌する。左手に福岡市地下鉄の名野浜車両基地を見ながら、高架を下り、下山和に到着する。 しばらく北側には松林、西の松原が広がる。生の松原を過ぎて、博多湾が見えてきたところで、福岡市と深部から断続的に続いた、市街地を外れ、だれ山を貫くだれトンネルに入る。だれトンネルを抜けると、福岡市西区内では、西部の複自的中核地域である今宿に到着する。今宿を発車すると、広角間に入り、 両側に糸土地区画整理事業により整地中の広大な土地の様子が見られる。次第に周辺にビルやマンションが増え、高架島式ホーム一面二線の旧大学圏都市に到着し、左手にイオンモール福岡糸が隣接している。旧大学圏都市を出てしばらくすると区画整理の事業地内を抜けて、右手に広がる住宅街を見ながら高架線を降り、須せ寺に到着する。 すせんからは、福岡前原有料道路の効果が確認できる。須せ寺を発車して、すぐに、糸島市に入る。依然沿線には、住宅街が広がっているが、徐々に、田んぼが見られるようになる。旗へを出ると、左手には、ため池や田んぼが多く見られるが、筑前前原の手前まで来ると、市街地となり、複線区間の終点となる筑前前原に到着する。 乗り入れてきた福岡市地下鉄の列車の大半がここで折り返す。筑前前原の隣駅である短式一面一線の三崎が丘前後では国道202号と並行するが間もなく離れて島式一面二線のカフリ、短式一面一線の数高山さを出ると広大な田園風景が出現する。 田園風景を駆け抜けると、福岡市地下鉄車両の乗り入れ終点となる筑前、深江に到着する。筑前深江からはおおむね国道202号と並行しながら、右手に玄海などを見ることができが、トンネルやカーブが多く時速6 5トル、程度しか出せない状況が続く。大入り、福吉、鹿屋を過ぎると県境に達し、佐賀県唐津市に入り、遠くに、 虹の松原が確認できる。二条浜玉道路の橋梁と並行する玉島川橋梁を渡ると、間もなく国道202号と離れ、浜崎に到着する。浜崎を出るとすぐ右手に虹の松原が近接する。そのまま片面一面一線の虹の松原を過ぎ、唐津市内の広角間に入り、唐津市街に近づいてくる。 まもなく高架島式一面二線の東唐津に到着。東唐津周辺では浸透。唐津駅と近く整理事業が行われている。東唐津のすぐ先で長大な松浦川橋梁を渡る。松浦川橋梁では遠くに唐津城や唐津発電所の煙突が確認できる。橋梁を渡り切って住宅地を眼下に見ながら渡田に到着する。渡田駅の北側は 丘陵の住宅地となっている。わ田だの先で、唐津線と合流し、谷間の高架線を行く。谷間を抜けると右手に、唐津市の中心部が見え、間もなく一部列車の終点となる、高架島式二面四線の唐津に到着する。山本を出るとしばらく、唐津線と並走し、唐津線の線路を乗り越えて右へカーブする。並走区間の途中に、本無食駅があるが、 ホームは、唐津線側にのみ設置されており、築飛線側にはない。本無田部駅を過ぎしばらくすると、唐津線との並走区間が終わり、その後は、旧大地町の山間部を走行する。助け里を過ぎると、伊万里市に入る。そのまま山間部を走ると、山本伊万里間で唯一列車交換可能な駅で、ある、大川屋がある。そのまましばらく進行し、 以前長野を過ぎてしばらくすると、右にカーブして桃川、金石原、上、伊万里と過ぎて行き、伊万里市街地に入ると、終点の伊万里に到着する。現在は伊万里駅で線路は途切れているが、かつては松浦線と線路が繋がっており、国鉄時代は伊万里駅を通じて、畜線と松浦線の直通列車も存在していた。 福岡市地下鉄空港線と直通運転する、福岡空港駅名野浜駅筑前前原駅、筑前深江駅、唐津駅、西唐津駅間の列車のほか、筑前前原駅唐津駅、西唐津駅間の区間列車も運行されている。福岡市交通局が所有する福岡市地下鉄空港線用の車両は、名野浜駅筑前前原駅、筑前深江駅間で運行される。 2015年5月25日現在、名野浜駅が始発終点となる筑飛線の定期列車は設定されておらず、名野浜駅築前前割駅間を運行する、全列車は地下鉄空港線に直通する。事故や災害等でダイヤが乱れた場合は、名野浜駅で折り返し、地下鉄と筑飛線で運行を分ける場合がある。平日、土曜休日ともに、福岡空港駅唐津駅、 西唐津駅間、平日朝の唐津駅は、筑前前原駅で、乗り換えに着いた地後往復の快速列車が運行される。2003年3月15日に土曜、休日のみ快速が新設された当時は唐津、西唐津駅に、唐ライナー、福岡空港行きに、福岡ライナーの愛称が付けられていたが、2007年3月18日の、改正で平日にも、 快速の運転が開始されたのと同時に、相性は廃止された。平日は、筑前前原駅東唐津駅間では、途中筑前深江駅、浜崎駅のみに停車し、福岡空港駅名野浜駅筑前、前原駅間と、東唐津駅唐津駅、西唐津駅間では各駅に停車する。土曜、休日は、名野浜駅東唐津駅間で途中、九大学研都市駅、 筑前前原駅、筑前深江駅、浜崎駅のみに停車し、それ以外の区間は各駅に停車する。二千十四年三月十五日の改正で平日に、筑前前原発唐津行きの三両、編成は満運転の快速列車が一本、新設された。名野浜駅筑前前原駅間は、日中十五分間隔、ラッシュ時四から十分間隔、筑前前原駅唐津駅、 西唐津駅間は日中20の30分間隔、ラッシュ時10から20分間隔である。福岡空港駅、名野浜駅、筑前、前原駅間で運行される列車はすべて6両編成。筑前前原駅、筑前深江駅、唐津駅、西唐津駅間の区間列車は大半が3両編成で運行される。筑前前原駅で増解決を行い、 福岡空港駅名の浜駅筑前、前原駅間が6両編成、筑前前原駅筑前深江駅、唐津駅、西唐津駅間が3両編成となる列車もあったが、2014年3月15日の改正で廃止された。3両編成の列車は、筑前前原駅筑前深江駅、唐津駅、西唐津駅間でワンマン運転となるが、車内での運賃収受は行わない。 六両編成の列車は、福岡市地下鉄線でのワンマン運転に対応した、車両であも持ち区域線内では、車掌が乗務する。福岡市中心部唐津市間の移動では、高速バスから、雨に比べ運賃、頻度、さらに快速列車以外は、所要時間でも見劣りすること、高速バスは、リクライニングシート、JR は、ロングシートの通勤型といった、車内設備の差もあり、 近年は劣勢に立たされている。西唐津駅、唐津駅、山本駅、伊万里駅間の列車が、日中はおおよそ2から3時間に1本、朝夕は1時間に1本の間隔で運転されている。ワンマン運転を実施しており、車内で整理券を発行し運賃収受を行う。車両は、基本的にキハ125型が一両で、運用されているが、キハ47型が入ることもある。 かつては、快速列車の設定もあった、唐津駅、伊万里駅間の途中停車駅は、山本駅、大川谷駅、桃川駅。木ハとあるのは、軌動車、突起ないものは、電車電車、名野浜唐津間、軌動車、山本伊万里間とも唐津鉄道事業部唐津、運輸センター所属の車両が充当される。木五十八系、十五系は、名野浜唐津間の電化後も、 山本伊万里館で運用。期限は、私鉄の北九州鉄道が博多伊万里館に付設した路線、1935年前通で、1937年に国有化され、築飛線となったものである。その後、1983年まで、秘伝化のローカル線であったが、同年3月に、福岡市地下鉄空港線と、相互直通運転を開始し、地下鉄と、 平行する博多名野浜間の廃止、名野浜唐津、西唐津間の電化、唐津付近で大規模な線路の付け替え、予ぶ湖線として建設した高架橋を流用が行われて、現在の姿となった唐津付近の路線変更についての詳細は、唐津市築飛線の電化と、新線改良を参照。便宜上、本路線の列車が直通する唐津線の区間も合わせて記載する。 駅名は廃止時点のもの。西新駅は福岡市地下鉄空港線の西新駅とは別。平尾駅、筑前省駅は1941年に廃止。この区間は空港線と引き換えで廃止された。なお、廃止区間各駅のみならず、名の浜、今宿、須泉寺の各駅も特定特使内制度における福岡市内エリアから外れることになったため、 地下鉄等の代替交通機関の運賃も合わせて負担が増すこととなった。駅名は廃止時点のもの。東唐津駅は現在の駅とは違って松浦側の川口付近にあり、スイッチバック駅となっていた。突起ないものは1983年の廃止直前時点。畑駅筑前前原駅間に新駅を設置する予定があり、 2019年の開業を予定している。駅名は、糸島市が糸島高校前を要望している。区間別の平均通貨人員、輸送密度、旅客運輸収入は以下の通り。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。